今日の相場見ると仮想通貨よりも俺円とかの方が円建ての方がひでえんじゃねえかと思うんだけどね。この仮想通貨と現実通貨の一番の違い、このトークンバーができるかだよね。これはいいね、この AI スピーカーと英語教育っていうのは。はい、2019年1月3日本日ピックアップしたニュースを紹介。まずは韓国でフレキシブルなバッテリーを搭載したウェアラバルデバイスをラスベガスで開催する CES2019 で発表しますよって。狙いはもう完全にアップルウォッチを充電させるということだもんね。これは手首に巻きつけるほどのものがフレキシブルバッテリー内蔵ってことは、これはすごいよね。ちなみに開発したのはこれ韓国のスタートアップです。これが広がっていくと足首なんかにも巻いてなんか冷え性対策とかできんのかな、これ。おー、でもこれすごいね。ちょっとあれだね、今年のこれ CES はなんかブロックチェーンだけじゃなくて技術デバイスも期待ですね。はい、そんな感じで次、これは多分本日系のニュースじゃないと思うんですけど、アメリカの研究チームによって脳の電気信号なんかを調節して、要はアルツハイマー転換の悪化を防ぐ技術を開発しましたよ。多分この IT 分野のね、大体アメリカとかの開発したってニュースは多分1週間ぐらい前の記事だと思う。結構そういうのが多いから。1日のニュースですね。アメリカカリフォルニア大学バークレーが脳の電気信号を繊細に制御できる装置を作ったと。機器名がウィンド、そのまま風のウィンドですね。動作原理は心臓なんかにつけるペースメーカーと類似し、例えば痙攣や発作なんかの信号が検出されると刺激の限界を自動的に再調整し症状の発現を抑制するんだってよ。パナイモン開発するね、これは。でこの実験結果はネイチャーバイオメディカルエンジニアリングの最新号に掲載されたそうで、おお、なかなかあれだね、これは興味あるね。いや、そういう体の構造の技術的にはわからない、こう、もう単純にやっぱ認知症とかアルツハイマーはどうしてもあれだもんね、目がいっちゃいますもんね。はい、そんな感じで次、韓国 SK テレコムと英語専門企業ユンセンソンが人工知能なんかを組み合わせたユンセンソンスピーカーブックリリースを発表しましたよ。例えると学習者が、まあ何でもいいわ、ユンセンソンなんかでスピーカーに発音すると関連するコンテンツ再生されて、聞き終わった後は質問なり回答のやり取りして学習できますよと。で正解するとまた次のコンテンツにつながって、間違えた場合はもう少し簡単な質問して学習サポートしますよと。これはいいね、この AI スピーカーと英語教育っていうのは。学習教材とこのスピーカーブック教材セットで日本円換算で約ザクッと1万5000円ぐらい、スピーカー持っとる人は教材セットが約8000円ぐらい、日本円換算。これいいね、なんかやってみたいね。多分これは言語が韓国語だと思うで、なかなか手に負えん一方。これはでもこう世界的に増えるんじゃないかな。いや、いけると思うよ、この AI スピーカーシステムは。はい、そんな感じで次、これも同じく韓国カカオとノッテソリューションズがタクシー業界共同事業のための業務契約を締結しましたよと。要は MOU ですね、はい、これ韓国なんかそうだけど、特にタクシー業界がカカオなんかの参入を嫌がっとるというか、要はね、みんな運転手の仕事を奪われるとかさ、そんな目線で、ここだけはちょっとなんか韓国保守的なんだよなというね。まあ、目的は乗車拒否がなくて親切で質が高いタクシーサービスを提供するための計画だそうで、まあ、カカオも LINE と同じくなかなか目が離せん企業なんで、はい、注目しています。そんな感じで次、マイク・ノボグラーツが自社株ギャラクシーデジタルを買い増ししましたよって。758万株でカナダドル換算で742万カナダドルこれによって何ノボグラーツ先生はギャラクシーデジタルの 80% 株持っとんだって。はないね、こんなね、円高すこんな日にね、今日はなかなか すごい話です。はい、次、プラトーンとハッシュコワークが戦略的パートナーシップを結びましたよって。プラトーンはスケーラビリティとプライバシー保護を重視したコンピューティングネットワークですね。ハッシュコワークは POS、DPOS、他の合意アルゴリズムに重点を置いたブロックチェーンマイニングプールです。まあ狙いはあれだろうね、マイニングとプライバシー保護の両者の利点を共同してブロックチェーンエコシステムを建築したいんだろうね。もうこのね、提携情報はねゴロゴロありすぎてね、なるべく減らしていきます。もうキリがなさすぎるので。はい、そんな感じで次、コインコードキャップ .com が最も
発に開発した仮想通貨10を発表しましたよって。1位2位3位がカルダノオーガ 0x だそうで、まああれだな、 0x は本当納得だわな。カルダノもそうだね。イーサが4位で、続いてリスク、トロン、コモド、ウェーブス、スカイ。あーでもそうだな、コモド、トロン、ここら辺は納得だな。このどういう基準で判断したのかでちょっとあれだけどね。って言ったらありましたね、順位は更新した実行頻度を評価基準にしとるそうで、カルダノは約4万5000ぐらい更新頻度があって、2位オーガの2倍の記録だそうで、回数っていうことで評価しとるんだ。ちょっとそこら辺はまあ微妙かなと思いますけどね。はい、では次、要はニューヨーク州が仮想通貨なんかの研究施設を設立しますよ。これはアメリカの他の州だけでなく、もう中国なんかほんと パないね。これ言い方はこの場合はタスクフォース創設って言っとるけど、ラボでも研究所でも、うん、研究機関でも何でもいいけど、もうあれも本当にボン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 いろんなところに出てきとるわね。まあ研究が、はい、進むのはいいということで、そんな感じで次、これ平成で言われるとちょっとわからんだけど、日本の経済産業省がブロックチェーン関連のハッカソンを開催しますよって。平成31年って今年なんかな、俺平成で言われてわかんねえな。これはいいね、この AI スピーカーと英語教育っていうのは。対象は70人ぐらい募集しとって、まあ、審査員賞なんかあるけど、これ戦災はどうなんだろう、賞金とかそんな関連はないね。まあでも日本もこれあれだね、こうやってハッカソン開いて技術開発育成に力入れてくれるっていうのはありがたい限りで、はい、そんな感じで次、去年の大晦日ロシアのチェリビンスク州マグニトゴルスクで起こったガス爆発によって19人目の遺体が運ばれましたよっていう。ガス爆発でこうで、すごいよねこれ、写真見てもほんとカオスだもんね。まあそんなニュースもありましたよということで、はい、次、まあ、中国版の Airbnb シャオジュが 80% の民泊物件に顔認識やまあスマートロックを取り付け予定ですよって。さあ中国は絶対やるだろうな、スマートロック付けあれだもんね、リモートで貸し出せるし、生産効率も上がるし、安全性もね良くなるし、これも日本も増えてほしいよなって。はい、そんな感じで次、ノルウェーでは電気自動車の割合が約3割を占めましたよって。これ世界最高記録だそうで、昨年は 20% ほど、まあまあ全世界的にこれはちょっと増えていく動きだろうね。なんか 車好きな誰々さんは嫌いそうな内容だけど、はい、そんな感じで次、トロンがトークンバーンして TRX を182ミリオン燃やしましたよ。トークンバーン、まあ燃やすは直訳だけど、要は何、発行価値をなくすっていうの。こうバイナンスなんかが定期的にトークンバーンしとって、要は仮想通貨でも日本円でもドルにしても供給量が増えると価値が落ちますよね。そのために意図的に供給量を絞るというの。仮想通貨で大体がもともと発行量が決まっとるのがデフォルト設定なはずだから、そこら辺をうまく調整してやっとる。ただこのトークンバーもあれだもんね、その燃やす用のウォレットに移すっていう作業がなかなか多分手間だと思うから、基本的にあれだもんね、アクセスできんようなアドレスを送ってもう絶対使えないようにさせるという。この仮想通貨と現実通貨の一番の違い、このトークンバーができるかだよね。日本円だってあれだもんね、供給した紙幣を燃やすことはできんもんね、回収したい瞬間ってのもあると思うから、それは仮想通貨にとってはメリットだなと思う、供給量を絞れるから。はい、そんな感じで次、タイの電子情報センターが、まあ、ざくっと略して言ったけど NECTEC 頭文字の略語で、電子投票用のブロックチェーンを開発しましたよ。 NECTEC は科学技術と科学技術省の管轄下にある法定機関で、コンピューターや、まあ、電子 IT 電気通信なんかの開発を行っていますね。これ素晴らしいのが、メールで投票できるようになって、インターネット環境で本人確認なんかも全てできますよって。まあウェストバージニア州なんかでもブロックチェーン投票なんか行っていますし、スイスと日本の筑波市が地方選挙なんかでブロックチェーン投票なんも実施しとるし、まあ世界的に進んでいく流れじゃないかなって。そもそもあれだもんね、再三言っとるけど、ネットがつながっとる時間に投票所へ行って紙に鉛筆で書くということは、ちささかなんかおかしいんじゃねえかなって。はい、そんな感じで次、ジャンムーカシミール J&K 警察が仮想通貨への投資を警告しましたよ。今日の相場見ると仮想通貨よりも俺円とかの方、円建ての方がひでえんじゃねえかと思うんだけどね。みんなロスカット食らっとるだろう。まあここら辺の警告勧告、うん、記事はいろいろ出てくるということで、はい、そんな感じで次、
韓国国防省が GPS 詐欺検出するブロックチェーンドローン制御システム開発するのを発表しましたよ。 GPS 詐欺はあれだもんね、要は GPS 偽装って言ってもいいけど、あの iPhone なんかだと脱獄するとできるので、昔自分やっとったんですよ。 GPS を偽装したい瞬間があったから、ここから先はボニョボニョして言えませんけどね、はい、でもこれはありだよね。ドローンの要は位置情報なんかは特に悪用したい人は偽装したいからね、なりすまそうとする一方、これブロックチェーン化して記録できるシステムになればそれもできなくなるよね。まあいたちごっこの戦いになるっていうのは想像できますけどね。実際にこれ韓国なんか最近ではドローンチームなんか設立しとって、80人ぐらいより偵察ドローン、武装ドローンと多目的なロボット使いこなしてるのパないね本当に。これはまあやっぱり韓国はさすがに、はい、期待ということで、次はオーラース。ハイブブロックチェーンが TSX ベンチャーエクスチェンジから ASIC マイニング増量の承認を受けましたよ。ハイブはイーサリアムのマイニングを続けている企業ですね。まあそんな感じでちょっとニュース量が多かったんで、全体的に削ったのもあってサクサクといった一方、やっぱり韓国の技術的なのが地味に目立つよなって、きな臭いのも。まあ世界さまざまな国で、ブロックチェーン関連やその他の技術関連が開発されてて、毎日毎日本当楽しいよなって。こうやって読むことによって誰でもね、またその自分の知らない言葉や技術なんかにも触れる瞬間が多いから。実際にあれだもんね、調べて書くよりこうやって喋った方が自分の知識になるしね。はい、そんな感じで2019年1月3日のピックアップしたニュースまとめでした。そんな感じで終わり。